こんにちは。今日は、公園に行って足のトレーニングをしてみたいと思います。最近は、ちょっと持久力の低下を感じているので、足を鍛えながら動いていこうと思ってます。結構虫の声がしますが、やっていこうと思います。今回のトレーニングは陸上の為末大さんの為末式かけっこメソッドというのから、やっています。このジャンプは、つま先で着地してかかとがあんまりべったりとつかないようにして弾むように飛ぶのがポイントです。こうやって足を鍛えながら持久力も上げていければいいかなと思います。次はスクワットジャンプ。これ内ももが、鍛えられるというエクササイズなんですが、なかなか動きが大きくてあんまり沈み込めなくなって弾むように飛べなくなってます。これをちょっと鍛えて改善していきたいと思います。内ももがこうたるんだりして気になる人はこれやってみるのもいいと思いますが、結構きついです。体力ないですね。で、続いて2スキップ。もう走るなんかリズム感とかが良くなるらしいですが、両足で着地して片足を上げながら飛ぶという、トレーニングです。慣れてきたらね、走るような感じで前に進んでいくと、いいみたいですが、持久力がないんでだんだん足がもつれるようになってうまく弾むようにできてません。これをやりながらね、持久力と足を鍛えていこうと思います。で、続いてはもも上げ。これもしっかりと弾むように足を高く上げていかないといけませんが、だんだんと上がりにくくなっちゃってます。この足をね、細くしたりとか引き締めたい人はこのエクササイズというかトレーニングはいいと思います。ジョギングやね、ランニングよりも、短時間で結構効いてくるのでおすすめです。今日はもうちょっとやろうかと思ったんですが、あまりにも体力がないのでこのくらいで終わろうと思います。走るのはちょっと面倒くさいんで、走る系な動きをしながら足を鍛えて、持久力も合わせて鍛えてみたらいいかなと思っています。だからもうちょっとずつ続けていこうと思います。バイ。